付き人をしていましたから、まあ、もちろん、まあ、声とかも自然とやっぱり似てきて、また最近では顔の方も似てきてですね。てっぺい君、宮井さんの息子さんですかってたまに言われるんですけど、それを喜んでいいのかどうかっていうそれは冗談ですけど、先ほども、岩木大さんのところで素晴らしい踊りをつけていただきましたけども、僕もすごい元気な歌があるんです。花見越しという歌、その曲にですね、先ほど踊っていただいたお嬢川桜さんの踊りを添えていただきます。それでは皆さん、手拍子よろしくお願いします。花